ここで、私はあなたのためにこれを手に入れました。うわあ、竹私が好きなものをどうやって知ったのですか真剣ですか老人、私は毎日ここにいます。毎日私はあなたに竹の茎を与えます。そしてあなたは毎日あなたが竹が好きだと私に言います。それが私が知っている方法です。竹を十分にあげたら上路をアップグレードしてほしいと思っていましたが、 日々の交流を思い出せないのなら、時間を無駄にしているような気がします。また、パンダの格好をしているからです。